前科3版893番千代木太郎です本日のお話は三者祭りとヤクザ入れ墨についてお話ししたいと思います 昨日この東京浅草なのかな私が行ったわけでもないし見たわけでもないしそのこのお祭りに参加したこともあるわけじゃないので喋るのはなんだかっていうことなんですけどちょっとこれを説明してくれないかっていうことだったのでまあ仕方なしにあのそういうぐらいの知識がないのでただ客観的に見てどうだっていう話をするんですねまあこの有名なお祭りだってことも私もなんとなく知っておりますでその中で私のところに、まあ、いくつかこの質問が来たんです なぜこのお祭りだけは入れ墨を入れてる人が堂々とやっているんですかっていう。<laughs> 何か特別な許可があるんでしょうかこれは何ででしょうかっていうのに子供に聞かれて返答に困りました長生太郎さんをお,お答え願いますかっていう話だったんですよねえ,えそれかっていうのこれが一つや二つじゃないんですねでこの話は検索していくと結構前からは出てるんだけどなんか禁止とか規制とはなってないんですよねだから違法なのかただおみこしの上に乗ってはいけないとかっていうようなことにはなってるのかっていうことを まあでも大回りさんとかもスピーカーで降りなさいって言ってるっていうことも聞いてるんで取り締まれるわけではないのかなっていうところなんですよただ入れ墨に関してはなんですけどこれはやっぱり賛否あると思うんですよね。単純に思ったのはのはこお祭りという趣旨が まあ、例えば、裸祭りみたいな感じで、ふんどし、下帯だけで行っていて、下帯だけで出なきゃいけないから、服を脱いだらたまたま入れ墨だったっていうことなら、仕方ないと思うんですよ。例えば、 あの愛知県の稲沢の鴻宮裸祭りっていうその本当に裸になる下帯姿でって言ってあるんですけど一時はすごい規制が入って入れ墨はダメというふうになったけども今は別に容認しているのかなっていう形でそれも一般の人たちですねどう見てもその反射関係とか暴力団とかっていうような人たちはないというふうに見てます。でこの 三者祭ってみんな裸でやらないですよねだからわざわざ入れ墨の人が裸になってると違和感があるっていうことですよねだから何を私が言いたいかっていうとこの自由でやっていればいいんだけど本当に規制が入ったら仕方がないんで自主的に何かやっぱり服は着られた方がいいのかなと普通の状態の状態でやってて見えてしまうのはいいけど裸に なる理由は裸じゃなかったらいけないっていうものならそうなんでしょうけどそれが一般我々のだから私は参加してないものとか携わってないものはにしてみたら客観的に見てああどうなんだろうとう関係ないのに口出すなっていうかもしれませんけどそうはなってないですね社会情勢が。こういういにやっぱり 取り上げられて、目に入ったものは、いいのか悪いのかっていう話になってくるんで、じゃあ通常の街の中で、フんどシーつスで、四五人の男が、どこの街でもワっショイワっショイってやったら、もう絶対通報されるでしょ <laughs> 絶対ダメじゃないですか。それが、そのそれそれやってみてくださいよ、仮に。絶対ダメじゃないですか。なぜ、それが、その日に限り、その地区はいいのか、ということが、あの、わからないから聞かれてるわけですね。<laughs> どういう条例とかどういうルールでその時間とそこのところっていうのが分からない。なんか特別なんとか食うみたいな。やっぱり他の人たちは分からないんだよ。だから文化の成り立ちとか歴史の成り立ちが分からないから、多分他からの人が困ってて、じゃあああやって、 上に乗ったり、ああやってやるのは、その全身に入れ墨が入ってないとできないのですかって言われた時、違うと思いますよって、それはないですよじゃないですかそんなの。そんなわけがないわけで。となった時に、うーん、っていうことに私も壁にぶち当たっているっていうことですね。うんだからここは非常に難しい。だけど、私が考えるのは、日本の独自の文化っていうのはすごいわかるんです。例えば、外国の方たちが、アメリカの人でもそうだけど、 その野球選手やサッカー選手の人たちでも入れ墨に出ているし外国の人たちがやっても怖さは感じないですよね。なんか怖いいっていう風にでも日本の 人だけなんで怖さを醸し出すのかなとどういうことなんだろうんかフレンドリーな感覚が全くないですよんかなかかラーメン屋の親父がみんな腕組みして写真撮ってるような感じでんかんか怒ってますよねみんななんか怒って怒って写りますよねなんか日本の入れ墨の人ってなんか怒ってますよねみんななんで怒ってんのかなってもっとニコニコしてればそんな感じはないんだけどえみたいなんかそんなそんな感じですねあれは不思議ですねなんかこう敵対心がありますよねなんか 違いますかね <laughs> じゃあ、私の見過ぎかなうん。もう、刑務所なんか入ってるとみんなそうだからなんともないんですけど、そんなのないですよ。だけど、やっぱり外にいるとそういう意識になるのかな なんかそういう敵意がありますよね。なんかすごく。多分今敵意を持ってらっしゃると思うんですよ。皆さん、その、そういう関係者。なんだよ、お前って言うけど。いや、私もこれ難しい立場なんですよ。じゃあ、言わなきゃいいじゃないかって言うけど、すごいんですよ。これ結構 DM で。どういうことなんですかって。俺に聞くなって直接聞いてくれって。だから、直接聞けない雰囲気ですよね <laughs>、っていう話ですよ。アニメだから言えてるんで、私。はい。直接聞けない雰囲気だから、でもみんな疑問に思うから、俺に聞いたら何でも答えてくれると思ってるから言ってるんで。最近水 商売会話も敵に回してますし、はい、入れ詰め業界関係の人も敵に回すっていうような感じになっているんでただやっぱり私がこれ今のとこは冗談っぽく言ってるんですけどこういったことが盛り上がって排除みたいになる前に何か自主的なことっていうのをされた方がよろしいのかな。 あの、浅草の三社祭り。ね、私何も知らないでね、お話ししたら、あっちこっちからね、お叱りの言葉があってね。だけど私は間違ってないと思うんですよ。三社祭りは裸でやってないのになぜ入れ墨を入れてる人たちだけが裸になって服を脱ぐのかっていう疑問は払拭できませんね。まあそんなようなことを言っていて、なぜあんな風に睨みつけられるのか怖いなっていう風に思っていたんですが、まあ。 いろんなお叱りもある中で、温かい励ましのお言葉もいただいて、割とこの歴史のところから語っていけば、そういう人たちも文句は言えないということでね、ちょっとこれをね、メールとかでいただいたのでね、お話しさせていただきます。まあ、その、そういう浅草でその入れ墨とかでいうふうに目立っている国の組織があるっていうのは、そこが吉原を島にしているっていう組織だそうです。一般人で入れ墨を出している人らについて、ほとんどの祭りが、 入れ墨を出すのが NG の中浅草は OK 大丈夫みたいななんかなっているということなんです昔はトビやひけしさんが威勢よくやっていた祭りなんですがサラリーマンだらけのこの下町になって懲戒 町の町会を仕切る人たちっていうのは、自営業者の方たちで、まあ、いわゆる現代で言ったら実業家の方たちなんですよね。で、その方たちが、まあ、本当は、うん、いろいろ思ってるけど、その島にを持ってる、そのヤクザの人たちに、あれこれ言えないというのが現状。 で、今があるみたいですね。基本的には、このお祭りには、反転がパスポートなんですって。ハッピとは違うというふうに、指摘も他から言ます。ハッピと反転は違うそうなんです。この、反転なんです。あのー、三者祭りでは。ハッピではないそうです。ハンがこのパスポートになっていて、それが来ていれば、来てないと入れない。で、浅草に縁のない担ぎ手は、縁子。要するに、知り合いから貸し番店、貸し番店を手に入れるっていうことです。 聞くところによると、この反転というのは、あの、町の人たちからがあれで、ハッピーっていうのは武家系統の人たちの祭りじゃないかっていう指摘もあったんで、も,もし違ってたらあれなんですけど、その違いはこういうことなんです。武家の祭りはハッピーで、町人の祭り。 っていうのが、この、反転ということだっていうお話も聞きましたんで、間違ってたら申し訳ないです。で、この、菓子版店を手に入れて、全国から、この三社祭りに参加する相談です。そのために、普段から、あらゆる付き合いを、 付き合いが発生するということなんですね。純粋に自分の地区のお祭りに招待する形で返す団体もあれば、お金を払う団体もあり、義理の付き合いとか、無人とか、一般人と言っても、みこしの同好会に入っている人は、この、なんか、反射チックだよ。ヤクザ かぶれみたいな人が多いっていうのは事実なそうなんです。だからそれがどこがどうかってわからないっていうことですね。だって暴力団ですって名乗って参加するわけないし、入れず入れてりゃヤクザかってそうは違うので、そこはなかなか難しいところなんですよね。だから半グレっていうことが生まれる言葉、半、ね、グレなんて生まれる言葉から、このそういう半グレの人たちがやってるっていうのが多かったっていうのがこのお祭りの。 でこの反転がこうあったっていう風になってもこの祭りに関しては担ぎ手は山ほどいるとやりたいっていう人はいっぱいいるそうなんです浅草というかこの台東区の中の町会っていうのがあるんですけど浅草神社の三木のみこしを町中に担ぎ出すのがこの三社祭りなんですね信号一個の隣町へ渡すのにも何十分もかかるということなんです中には過去に問題を起こしたこの三社出禁の 紹介地区域だけは、 軽トラックで運んだり、このおみこしを運んだりするんだ。だからやっぱりそういうのは厳しいことになってる。で、夜明けから待機して、担げるのは昼過ぎに15分。そんなんなんだ、ですって。で、なぜそんなに、じゃあでは、この三社祭りのおみこしを担ぎたいかっていうことです。ここです。ここからが大事なところなんです。これを知らないと、この三社祭りの意味がわからない。それは、江戸最古の観音霊場である、千草寺の観音様を隅田川から引き上げた三人 人が祀られているのがこの浅草の神社なんだそうですで、だからおみこしが3つ3期あるということなんですねえ私も初めて知りましたそんなことも知らずにただ騒げるからと参加している人が多いということなんですなるほどそういうことなんですよはい、えー。みんなためになりますよねこれが分かった上でなんですがねえそしてもう一つの指摘っていうのは この半天も一着3万5千円で貸しているというところがあるそうです。もうここはどこからとは言えないですけど、そういうことなんですね。貸し出していたり、それをこう、そういう人たちが来たり、入れ墨入れたり、掘り物が入っている人たちが来ているっていうのが、まあ現実なのかなと。だから、その地元の人たちから見ると、この担いだことがない人たちがやっているのが、 わかるんですって。なぜかというと、すごい綺麗な肩、肩ね、体の肩をしているからなんですでて。みしをもうずっと何年も担いでいれば、個人差はあっても肩にタコができるんでそうです。だから、皆さんそれがありません。ただ、だから、本当にやっている人たちがそうならまだわかるんだけど、ね、この地域の人たちが見ると、つまりただの 彫り物愛好会の発表会になっているんじゃないですかっていう街の方のご指摘ですからね、これ。私が言ってるわけじゃないですよ。はい。う だからこういう風になっていくと、神社の方の関係とか、その地域の人たちもなかなか言いにくい、もうずっとなってるから、今更っていうことなんだけど、やっぱり SNS っていうものが発達して、その写真が一夜にして、こうね、バーっと広まっていって、それをよく思わない、え、なんでどうしてなぜなのっていう疑問もある、東京の三社祭りは OK なんだっていうとなると、見せたい人がわんさか集まって、またそんな風にな,なってくる、こんなところだからね。 あの私が言ったことからこう歴史もお祭りの歴史も分かるということでねそれはこの言っていただいた方たちも私よりも,もっと詳しい方もいるのでって僭越ながらということなんですけどこうしてねあの私が一つ問題提起したことによってこうやってねきちんとしたね返答をいただけるっていうことは本当にありがたいことなのでねこれからも精進してね頑張っていきたいと思います。